2008年 D1 シリーズ開幕から焙煎ゼッケン1が変わるという波乱の展開。それほどまでトップ選手の実力は拮抗していた。このような展開の中、おのずと力を発揮するのはやはりベテラン選手。ギャラリー関係者も含め、誰もが野武健、川端、陽一のシリーズチャンピオンを想像した。しかし現実は小説よりも奇難。2008年 D1 シリーズを制したのは、開幕当初全くノーマークであった斉藤大吾。速度、角度、白煙、他を寄せ付けない圧倒的な単走。さらに昨年まで苦手にしていた追走を克服し、見事シリーズチャンピオンの座についたのであった。そして迎えた2009年開幕戦、非日常の世界を堪能しようとドリフトの聖地を訪れたギャラリーおよそ6000人。ギャラリーの期待に応えるべく、それぞれマイペースではあるが入念に準備を進めるドライバーたち。そんな中、開幕戦一押しのニューマシンが恵比寿に到着した。しかし残念なことに走ることができません。すいません。我が上のコンツェルの力をもってしても制作間に合うことができず、まあしょうがないんで、ラスベガスに建ったホテルを一棟売却して全てこれに注ぎ込んで、次戦のオートポリスまでには完璧に仕上げて、まず一勝そこで挙げたいと思います。夢は大きくね。すいませんでした。いよいよ幕開け。今年も会場を囃し立てるのはこの男、鈴木学。審査委員長はドリフトキング土屋圭一。今年から単走も審査稲田大二郎。旗振りから格上げ上本久志。元 GT ドライバー山地真一。今年から4人の審査員でジャッジを下すことになった D1 グランプリ。お父さん何覗いてんの？そうです、D サインも一新されたんです。しかし何と言っても主役はこいつら。選手それぞれが思い思いの方法でギャラリーを盛り上げる。ここでテレビの取材陣もセレモニーへ乱入。どうもどうもどうも、マラフさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん盛り上がってますか？はい。あ、そうですか。D1 キングの一番のまとめ役なので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、はじめまして。ウィンブルドンベスト8から来ました松岡修造と申します。皆さん寒いですけど暑くなってください。さらに突如侵入してきた1台のマシン、一体こいつは誰だ？田崎君、はい、竹山さんは、はい、6月から映画が風切りになるんだよ。で、そろそろ本戦の方に行きたいなと言いますんで、はいはいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Kick ass human.
1回戦の前に審査システムのおさらいから。4人の審査団システムに変わったというのと同時に、茶さんですね、はい、まあ、あのモニターであそこにもですね、全て点数や順位が表示されるというシステムは、今我々の前にこの黒いボックスがあります。審査団の、前にそれぞれボックスがありまして、はい、ここで、タッチペン入力方式で点数を入れていく。各審査員の前に置かれた黒い箱、中身のモニター右側には点数をつける用のタッチパネル、左側にはその結果の順位表がリアルタイムに更新される。この集計結果は会場ビジョンへ映し出され、ギャラリーも追走通過者が誰なのかリアルタイムで分かるのだ。またその結果による追走の組み合わせも映し出される。このノックダウン方式を盛り上げるため、単走は予選結果の下位選手からリバース方式よって、ゼッケン1番、つまり一番上手い選手が最後に走ることとなる。ギャラリーは格闘技を見る感覚で単走を楽しめるのだ。選手の誰もが走り込んだ恵比寿南コース、今回コース紹介を買って出たのはマシンのカラーリングを一新した末永正雄だ。開幕戦恵比寿コース紹介行ってみたいと思います。まずはダブルヘアピンからロー、そして2速、3、4速で さあここで3コーナーのクリップをきっちり押さえて振り返して3速、4速、3速返して終わり。それではいよいよ1回戦単走開始。それでは参りましょう。黄色いマシンの Z3 に SR エンジンを作りました、この小山からということになります。日本しかありません。小山悟飛んできた。さあここは綺麗に飛んできたぞ。あーダメだ、これも長いバリサイで、あー小さい、あー小さく入っていく2コーナー、エンジンをあーここもちょっと戻った、2コーナーから3コーナーもちょっと戻りました。点数低いですね、95点、そして稲田大二郎97点、平均点 97.05。 さあ続いてまいりましょう。ゼッケン31番の美濃マシンということになります。赤いマシンになりました。あー赤いマシン、この車降りてきた。いいよ、ちょっとサイドが長いのがもったいない。その後は2コーナーから3コーナー、4コーナーも OK。 これでも惜しいですね。茶さん小玉回収です。つなげる、つなげる、角度を持ってつなげる。おいいよ。さあスーッと持ってくる。ここもちょっとバリサイがあった。ちょっと流され、2コーナーもちょっと流され気味だ。さあ3コーナーもちょっと甘い、3コーナーもちょっと甘い、3コーナーもちょっと甘い、ああ4コーナー曲がった、4コーナー曲がった。小さい、平均得点としては 98.9、 98点台ではちょっと厳しいということになるんだと思います。続いてのは前田健です。さあどうだ。おこれもいいよ。ベテラン前健スーッと、ちょっとなんか止まり気味に見えたんですが、それでもライン的には悪くない。いっぱいいっぱいだし、音と走りのいっぱいいっぱいさがリンクしてないですね。ゼッケン43番の中田哲郎、どうだ、ギリギリちょっと奥めになったかな。あ、ベトを持ってきた、ベトを持ってきた。リアタイヤ止まらない。ここは綺麗に持っていきます、綺麗に持っていきますが、確かに煙がないというところはこの、ああちょっと引っかかった、引っかかった。さあ続いて小川匠です。いいスピードだよこれ。なかなかいいスピードできた。なかなかいい状態で持ってくる。あー小川いっぱいいっぱいでした。これはスピン、今のは早い。あの最終コーナーのでは第3をこれ認めますね、今のね。さあ学さん、次の末永直人選手、熊さんの話によりますと、この車はもともと直人さんにすごい合ってる車らしいですですね。そう聞いています。オレンジのマシンが降りてまいりました。エボナインです、末永直人。さあ末永直人、エボナイン1本目。ああちょっと一角、ちょっとふらついた、ちょっとふらついた。そして飛ばしてくるポイント、ラインはどうか。2コーナー、そして3コーナー、去年まで熊本の虫が乗っていたこのエボナインを借ります。末永直人ストリートリーガルチャンピオン。最終の出だけだな。お、でも平均的には悪くない。お、99.45。続いて黄色いマシンのイエティ、ベテラン福田。ああ当たった、壁に当たった。ああバリサイ、バリサイ。ああ回った。福田攻めてはいるけどこれではダメ。続いて福田、ピンクタイトルの
さあ、バレた。ああ、ダメだ。うん、ダメというか、壊れた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 。ミッションか、駆動系でしょうね。壊れた。ああ、ごめんなさいと。バツ。さあ、稲村貴博です。ああ、飛んできた、飛んできた。バリサイトちょっと中入ってったかなというところ。